ミルクラボプラス。始まりましたミルクラボプラス。イエーイ。早速ランカープラス。ダン。お。ハロウィン。やった。大好きじゃない。これ大好き。はい、これしょ、はい、これしょ、おー、いいなー、最悪だ、最悪、やばいやばいやばい。あれ、今、マジか、自分のやろ、説明してって、説明、まあ、これ、あれが、ジントくんの私服。違う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 、さ、ヴァンパイアさんだ。あ、かっこいいやつだ。で、これ、これ探偵ですね。これ、かっこいいね。これ、これ、これジントくんの私服ですね。囚人、うわーかわいい。囚人アンパイ、まあまあまあ、人徳の成人式の人徳、成人式の人徳。まず自分の好きなやつでいいんですよ。うわ、ずるいわ、なんか。いや、ずる、ね、絶対かっこいいの選ぶよ。すいません。うわあれ今でもなんかアラブアラブ言ってきたやついて、なんかアラブアラブってアラブアラブ最初アラブアラブじゃあアラブで、わー、マジかよ、マジかよ、気がそうな人いんだよね、マジやね、俺着るよ、わー、完璧になっちゃった、マジやばい、これはちょっとかぶって、似合うから一回一回バッチリ。え、でも外れないよ、あとだってヴァンパイアと囚人だよ、取ったよ、囚人でしょ、囚人なの、ヴァンパイアはじゃん。それでは着替えたいと思いましょう、思いましょうじゃねえや。じゃあ着替えたいと思います、せーの、フレア。戻ってきました。え、どうしたの、どうしたの、一応外してあんま変わらない、変わらてか頭がマジめっちゃ面白いんだけど吉田陣との記憶かっこいいよ、ズレーは三田さんいいわ、バリッガリガリそう、なんかハロウィン感ないね、普通に部屋着感はなんか、でもパジャマやこれ、これとこれ使うじゃん、え、いやいや、おしゃれやん、あ、おしゃれ、なんかあった、あ、いいじゃん、あった503番お前番から。というわけでね、ちょっとここからハロウィンやってこうと思ってるんですけど、まあちょっと各々ね、じゃハロウィンパーティーやる準備をしましょう、はい、はい、レッツゴー、作ってくぜということで、ハロウィン、なんだ、ハロウィンスイーツ作ってくくよ、イエイ、僕たちは、フルーツカップみたいな、みかんを使ったパンプキン風ハロウィンスイーツを作りたいと思います。僕はカップケーキにハロウィンのかぼちゃの顔とかいろんなデコレーションしていきます。じゃあ違うよ、おお、はーい、ということで、僕たち2人までしたいと思います。なんと俺が最初なんですか、お化けなのね、これお化け、おろいや、お化けじゃない、お化けじゃない、まあ意外と性格出るんじゃないですか。いや、違いますね。え、そうなんだ、全否定、全否定、それいや、違う、かぼちゃは人権ない、いや、違うな、かぼちゃは人権ねえのに喋りまくろ、うわぁ、え、何ですか、ペチロ、あ、いいのがある、あ、よみがえるわ、そうしたら、あー、そっち、こうやって、OK、4分の1切り抜いて、正規のやり方ね、包丁でこう米みたいな感じで切って、そこにスプーンでこうやってくり抜いていく、わ、なんだそのやり方はお前ちょっとおしゃれみたいな、うまい人はナイフ1本で作るんでね、うまい人は物を上手に使うからね、ほんとそうだよね、うん、何の話、分かんない、100%オレンジジュースだよ、よし、かけました、大地、歯が刃が特徴的なんで、結構刃を強調してあ、頭長くね、最初にお化けです、まあここにね、うん、大体漢字書いてあるじゃないですか、おってなんじゃない、お化けの、うん、やっぱ100%オレンジジュースみたいになってる、うまい、
参りました。こっちもう終わるよ。これもう終わる。じゃあこれ俺名前書いていこう。誰に誰のかって。じゃあかぼちゃ作っていきたいと思います。はい、かぼちゃは結構思い入れあります。いや何にもないっすね。ないっすよ。ある。逆にかぼちゃの、まあ、あんまり食べないかなっていうくらい逆に、ね、なんならマジむずいよこれ。あと10個で時間が来たよ。マジ。あと何分ぐらいですか。なんだろう、隕石みたいになっちゃった。え、それどうしたんですか。かぼちゃっすか。かぼちゃです。あーあーああ投げ出した。うわ、皆さんそんな子じゃないでしょ。ずっと食べてるよ。しょうがないよ。完成いたしました。大チーズセット見てください。大チーズセット見てください。名前ダサくね。名前めっちゃうるせえ。ハロウィーン、ハロウィーン、ハロウィーン、ハロウィーン。ダサいやついるな、なんか。ダサいやついるな。うるせえ。デュンデュンデュン。覚えてますか。オレンジの反発。なんか、チリチリ。本当に。やめた、やめた、やめた。神。何これ。何これ。もうわかんない。あーあーもう無理。ああ前髪なんかくるんってなってるし、帽子で。もう一回寝ます。おいしょ。持ってる最中ですけど。3、2、1、ドン。おお、どうですか。ちょっとこうやって持ってる風にしたんですよ。あ、いいじゃん、これめっちゃいいじゃん。これわざと。ちょっと立つんじゃない、これ。え、かわいいやん、これ。マジでいいわ。あ。君とあなたの未来ね。みんなもじゃあ最後に紙飛行機作れば何でもロマンチックになれません。ということでぜひ真似してみてね。はい。はい、出ましたよ。すごい、はい、え頑張りましたよ。まず僕らから、ね、疲れてない？紹介しようか、はい、僕たちが作ったのはこちらです。ドン。そしてものすごく性能のいい紙飛行機。はい、これ一応説明すると、うん、これ塩崎大地さんの髪のこと、めっちゃ口とこだわってる。僕はこれ好きなキャラクターのやつですね。まあ、それがかぼちゃを持ってるという作品になります。持ってるだろ、それ。かわいくないの。かわいくない。幽霊、だからお化けよ、こう尻尾がさ。これは頑張った。これは、普通だったパンプキンをくり抜いてやるのが伝統的なんだけど、はいはいはい、今回は手軽にできるようにということで、まあ食べちゃいましたけど、うん、みかんをくり抜いて中に形がフルーツ、すごい綺麗、ね、オレンジをくり抜いて、いいね、すごい。リュービがカップケーキをカップケーキ、あ、すごいね。すごい、そうなんだ。いや、なんかうまいと思ったわ、そりゃ。結構疲れた。神経使うんよ。すごい疲れただからもう食べていきましょうって感じ。食べちゃいましょう。でも同時にいっちゃっていいんじゃない。いただきます。すごい、うまいね。フラソーバーって感じ。俺なんか名前違えんだけど。え、なんで。もうね、み、ずき、み、あのね、あの時間なくて急いでて、その瞬とかもなんか俺の見て、見てみて。赤赤かっこいい。そういう感じでね。ぜひ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上、僕たちはミルクでした。バイバイ。プラス。来週も見てね。いや、楽しかった。でも